ミレットは逆色温度の単位である。色温度の代わりに逆色温度を使うのは数値の差を色の違いにうまく比例させるためである。逆色温度の SI 単位は K-1 となる。ミレットはその16倍でありと表せる。つまり色温度をケルビンで表した値の逆数を100万倍すると逆色温度をミレットで表した値となる。マイドという語は マイクロリシプラクルディグリーから作られたものである。ディグリーの代わりに、ケルビンを使って、ミレックとも言う。ただし、平方センチメートルが2であるように、SI 組み立て単位は、べきより、切刀時の方が、優先順位が高いので、ミレットを SI で普通に表すと MK、MK マイナス1となる。これはつまり、色温度をメガケルビンで表した値の逆数ということだが、 計算の順序が違うだけで同じことである。例えば、色温度 2500K の青空は40ミレット、5000K の撮影用フラッシュは200ミレットとなる。ミレットは、写真撮影の際の色温度の計量に特に、便利である。10ミレットを意味するデカミレットという単位も用いられる。ありがとうございます。